ラウフベイ・ヒュセーン・ラウフ・オルバイは、オスマン帝国の海軍軍人、トルコの政治家。トルコ革命中の1922年から翌年に、かけて、暫定首相を務めた。最終階級は、海軍大佐。ラウフ・オルバイが艦長を務めた、防護巡洋艦、ハミディエ。アブハズ人のアシュハルアブ出身の海軍大将で、名士会議員。 メフメド・ムザフェル・パシャの息子としてイスタンブールで生まれる。母はクレタ島の出身。オスマン帝国海軍に入り、1889年に海軍大学を卒業して海軍将校となる。アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ帝国など列強諸国の大使館で駐在部官を務める。防護巡洋艦ファミディエ艦長として、 イド戦争やバルカン戦争に従軍、英華海や地中海において、短観で通称破壊作戦に従事。ハミデエゴーの英雄と呼ばれた。第一次世界大戦中は、イランやイラクに駐在していたが、オスマン帝国の敗北に際し、アフメトイッゼと馬車内閣の海軍大臣として、1918年10月30日に、連合国との間で、 ムドロス休戦協定に署名した。連合軍の国土分割に抵抗するトルコ革命が始まるとアナトリアに渡り指導者のムスタファケマルラと協力した。1919 19年7月23日のエルズルム会議で代表委員に選ばれ、ついで9月4日のスイバス会議では副議長に選出された。しかし、1920年1月20日に召集された。 オスマン帝国の最後の大議員会議にスイバス代表として参加したところ他の高官とともにイギリス軍によりマルタ島に抑留された1921年にアンカラに戻りトルコ大国民議会に参加戦争が大国民議会派の勝利に終わるとヒュセーン・ラウフは1922年に暫定首相に就任した 1924年にはトルコ最初の野党である、進歩共和党の設立に参加したが、1925年に、同党が政府から解散命令を受け、さらに翌年イズミルで、ケマル暗殺未遂事件が発生すると、ラウフは政府の弾圧を避けてヨーロッパに亡命した。亡命生活は10年に及び、1935年に、 ケマルアタチュルクの許しを得て帰国した。アタチュルク死後の1939年、カスタモヌ選出の大国民議会議員として、政界復帰。第二次世界大戦中の1942年から、中英大使を務めたが、1944年に、辞任した。イスタンブールで死去した。ありがとうございます。